朝でも夜でもこんにちは。こんにちは。では早速今日も続きからやっていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。怪しいところに来ちゃったよ。いやちょっとさ、今さ映っていた膝小僧がさ、一瞬さ人の顔に見えて今ドキッとした。びっくりした。びっくりしたよね、この女性だよね、うん、あれ膝小僧に人面って。そっちじゃないよ、そっちから入ってきたから。こっちは出口だもんね。うん、あちら側の扉ですね。こちら側ですね、うん、いざ参る、ね、間違えてる？合ってる？清潔感のあるドア。ドア、もうこの音楽来ちゃった、来ちゃった。いやどうもどうも。あ、どうもどうも、お久しぶり。ひげのメンテナンス入ってますね。わかるわかる。いやメンテナンスしたくなるよね、うん、人々を幸せにするために日々精進しています。お話ししながらひげをサバ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 。これあれグローブ、なんだあれは。これ何、リュック。リュック34。やったね、やったね。ちょっと変えて。あ、かわいい、かわいい、いいねこのリュック、かわいいよ、かわいいよ。おや、ま、立派な金庫。うん、立派な金庫が置いてある。開かない、開かない、そりゃそうだよね。てか開けても怖いことしか起こらなそう。そう、ね、うん、あらまあらま。特に何も言ってくれなかったね。そうだね、これは出てくときにまた声をかけられて、では寄付をって多額の寄付を言われるパターンかな。そろそろ寄付来そうだよね、うん、分かってるのか。おお、怖かった。怖い。お話聞いてみよっか、うん、あ、この人が大森さん。一緒に頑張ろうね、うん、なんかかわいそうになっちゃった。頑張ってってね、うん、うん、素敵な仲間を連れてきたら隣の小山さんに紹介してくださいね。何か聞きたいことがありますか。聞きたいことしかない。聞きたいことしかないよ。白き衣の会について尋ねる、うん、私たちは心の弱っている人々、体身体的に参っている人々を救済するために日々活動しています、うんうん、このあざみ駅本部が活動の拠点です、うんうん、じゃあそういう人たちにつけ込んで仲間にしてるんだね。具体的な目標は何でしょう。少しでも多くの人々を救えるように頑張りましょう。街に出て弱っている人々に声をかけて一人ずつ連れてきてください。現在の入会数0人。怖、なんてこった、怖いぞ。ノルマ課せられたよ。ノルマ課せられてるぞ。しかも言い方が怖くない、うん、弱っている人に声をかける。ちょっとさ、もうちょっとお話聞きたい、大森さんね。白陽様について尋ねる。白陽様は不思議な力と高貴な気持ちを持っておられる方です、うん、私たちを正しき道に導いてくれる方です、うん、じゃあちょっと寄付の金額について聞いてみたいかな。そうだね、これ怖いよ、うん、私たちの団体も活動するのに資金が必要。そりゃそうだよね、そりゃそうだよね。心ある方からの寄付を募っています、うん、はいはい。あ、特に食べてないからかな。まだご飯を食べてないから払いよっていう催促は来ないのかな。まだ来ないのかな。ということはこの人にお話聞きたいよ。そうだね、もう一回聞いてみよう。何があったか、何があったか、この人は何か知ってるかもしれない。教えてください。来たよ。騙されてはいけない、騙されてはいけないんだ。でも何に騙されてるのって聞いて、またあれかな。あ、そのうちわかるよ、教えてはくれない。他に騙されてる人がいる可能性があるね、近くに。絶対そうだよね、うん、ちょっと近く見てみようか。ちょっと近くの人たちを探索しましょう。探索しましょう。おや、地下への出入り口が気になっている人。そこの地下への出入り口から頻繁に白い T シャツの人が出入りしているのだが、うんうん、うかつに近づいてダメですよ。ダメだよ、うん、私たちのようになるよ。そうそう、よしよし。こっちまだ回ってないもんね、うん、あー、作業員さん、作業員さんたち疲れ果てちゃうよね。撤去作業に疲れてしまった、うん、えー、うわ怖い怖い怖い。やだ、ちょっとお仕事、うかつには誘いたくないよね、うん、あの会のことはどうにも信用できないからやめておく。うん、やめておこう。怖いよね、うん、お仲間にしたくないよ。ちょっとね、何か事情を知ってるような人に聞きたいんだけどな。お話ちょっと伺いたいよね、うん、なんか白い T シャツ着てさっきうなだれてる人がいたんだけど、あの人が一体そこ、あー、いた。もしや、もしやもしや、追放されちゃったのかな。お話聞かせてくれるかな。座り込んでいる若者、うん、もうダメだ、何もしたくない。
大丈夫かい？疲れ果ててるよ。疲れ果ててる。これは勧誘しなきゃダメなのかな。いや、そんな、あんなところに勧誘するの辛すぎる。心苦しすぎてやばい。心苦しくてちょっと辛すぎるよ。うん。あ、ずっと喋ってるんだね。あ、また白 T がいらっしゃる。そういえばこの人救済士を。救済。そんな連れてくの忍びないんだけど。忍びなさすぎるよね、うん、でもなんか多分連れてかないとお話が進まない感じかな。そんな感じしちゃうよね。いや、黙って相手の目を見つめて流れに会に連れて行ってあげる。とりあえずこちらへって、とりあえず目と目で通じ合ってから、うん、そこで相手の意思を汲んでついてきてくれるのであれば連れててみる。黙って相手の目を見つめてみた。見た見た。見たよ見たよ。だけど見てくれない。ダメだった。オッケーオッケー。じゃああなたはやめます。そうだね、ダメならダメでいい気がする。うん、どうしよう。誰も連れて行きたくない。誰も連れてきたくないよ。誰も連れてきたくないよ。あ、大丈夫、私も入ったよ。うん、きっと大丈夫。普通普通。普段使っていた水洗トイレのありがたみを痛感するな。あ、清潔な生活に戻りたい。戻りたい。あ、まず悩みを聞いて、うん、それからどうするかを決めてもらおうか。そうだね、うん、相手の心の悩みを聞いてみた。うんうん、うんうんうん、どうなるかな。聞いてみた。来ないかな。いや、うまくいった。うまくいってしまった。うまくいってしまったようだね。いってしまったようだ。ついてきてくれるらしい。ついてくる。ポチだね。ポチになってしまったよ。ポチつらいよ。来ちゃう？ねえ、これは連れて行ってあげるしかないよね。あ、向こう側にも道あるね。どっち？そっち。本当だ。とりあえず連れてこう。ついてきてるから。そうだね、そうだね。そうそう、ついてきてくれてるもんね。うん、このまま放置するのも放置するのってかわいそうだからね。かわいそうだよ。清潔なね、生活に戻りたいのはわかるけれども、そうそう、裏がありすぎて怖いよ。来たよ。もうホラー。ホラーだよ、ホラー。ホラーでしかない。うん、待ち構えてるもん。小山さん、連れてきました。おう、新しい仲間を連れてきましたね。素晴らしいです。これ、悪行ポイントな気がする。悪行な気しかしないけど。あなたもすっかり私たちの仲間ですね。これを受け取ってください。白 T。 来ちゃった。少しでも多くの人を救えるように頑張りましょう。街に出て困っ弱っている人に声をかけて連れてきてね。おーい、怖いぞこれ。怖い。何人連れてくればいいんだろう。もしかしてあの1000人っていう。いや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 。そうだね、警官の服を着て連れてくのはちょっとダメすぎるから。うん、あ、来ちゃう。来ちゃった来ちゃった来ちゃった。すっかり仲間になっちゃったね。お仲間出来上がり。辛すぎる。辛すぎるぜ。じゃあいざ求めて参る。こっちはどんな感じなんだろうね。こっち側が、あ、こっちも完全に埋まっちゃってるのか。埋まっちゃってつながってるんだね。つながってはないな。ここの駅も入れるかな。え、何してんの。大丈夫。どうしたの。どうしたどうした。なんか漁ってる。なんか漁ってますね。あー、瓦礫を取り除いてる。なんかなんか落とした。少しでも早く以前の町に戻ってほしい。だから一つ一つ瓦礫を取り除くんだ。おー、頑張って。けなげ。手伝うよ。でもここちょっと危ない気がする。ちょっと一回避難しよう。うん、ね、これで被害に遭っちゃったらね。この駅の中は入れる。ここはやっぱ閉鎖してるね。違う、やっぱルートを探すしかないみたいだね。そうだね、ルート。意外と話しかけてもなんか来てくれそうな人があまりいないね。うん、もう一回この人リベンジ戦してみる。うん、来たよ。救世主待ってるもんね。まず悩みを聞く。うん、相手の悩みを聞いてみた。うまくいっちゃった。あらまあ。じゃあついてきます。来たよ。来た来た。二人目連れてきたよ。もうこれ早く終わらせたいね。辛すぎる。辛すぎるぞ。素晴らしい。悪行ポイントを7ポイント手に入れた。うんうん。
まだダメみたい。まだダメなの？解放してくれないの？解放してほしいよ。少しでもね。さっきの作業員さんも行っちゃう？行っちゃおう。そうだよね。お話できる人もういないもんね。そうそう、お話できる人来ちゃった。でもさ、多分この一緒の人多分びっくりしちゃうよ。びっくりしちゃうよ。あれ、どこ行くんだ君って。なんでいきなり作業やめちゃったのって、悩みを聞いた。悩みを聞いたらうまくいった。うまくいってしまった。すごいケロッとついてきたよ。うん、くるって。あー、追いかけてくる。慌ててついてくる感じが何とも言えないね。しかも連れてく場所がここだよね。ここなんか辛いね。辛い。間接的に私たちも何かに加担してしまってる気が。え、どうしたどうした。どうしたの。どうしたどうした。何やら素晴らしいですわ。この短期間に3名もの仲間を増やしてしまうなんて。辛かった。なんでそんな瞳孔開いてるの。通用すると多分寝不足じゃないかな。わしは病気や怪我をしておる人がいるというから、うんうん、気になってきただけだ。あ、何が寄付だ。そういうことか。私たちの同じ気持ちの人もいてくれたんだね。心身ともに傷ついている。そうだそうだ、よかった。その弱みにつけ込みよって。そうだそうだ。わしは帰る。わしも帰る。私も帰る。わしも帰る。こいつも。でもこの人から見れば多分同じ。あ、屈強な人出てきたよ。何をするんだ。ダメ。話せ。ちょっと何してるの。ちょっとちょっと。危ないですから中に入りましょう。いやいやいや。え、あの人たちが危ない。あんな自分勝手な人がいるんですよ。いや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 、困ったものです。いや、すごい正論を言ってた気がする。気を取り戻して、あなたの活躍を目が怖い。ご報告しましょう。まばたきして。目がランランとしてて怖い。悪霊様と直接話ができるなんて。あ、さっきお話ししたよ。ですよ、うん、目がすごい。なんかもう笑顔が偽物にしか見えないな。失礼いたします。貼り付けてたよね。ノルマ達成の方をお連れしました。ノルマって言ってるよ。ノルマ入ってもらいなさい。入ってもらいなさい。さあ、怖いこの二人。このポーズ怖い。さあ、おかけなさい。さあ、おかけなさい。活躍してもらっているようだね。ありがとう。あ、いえ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 、そんな滅相もございませぬ。世間では私のことを世間呼ばわりする者もいる。君もそう思っているんじゃないかな。はい、そうなんです。そうなんです。よくわかりましたね。あの、ペペンシ。ペテンシ。正直そう思ってました。いや、でもここは目の前で敵対しちゃうのはちょっと怖すぎるよね。黙って話を聞こうか、うん、伺うために黙って話を聞く、うん、何も言わない。何も言わない。顔、真顔。何も言わない。沈黙。あなたは変わった人ですね。あ、よく言われます、うん、ところで、あなたに頼みがあります。何？やめていただけますでしょうか。この団体を話を聞く前からね。やめていただけませんか。あれ、これはとんずらするつもりですね。とんずらするよ。これはこれ責任を全部私になすりつけてからの、うん、じゃあのだよね。うん、いや、そんな恐れ多くてできませんよ。できません、できません。できない。器じゃありません。器じゃありません。そんなこと恐れ多くてとてもできません。そう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 。そうですか。これは残念。それは残念。うんうん、もしも気が変わったら。変わらないかな。ちょっと無理かな、うん、あなたはいつでもこの部屋に入れるように。なんか VIP 対応いただいちゃったね。うん、そんなに優秀だったんだ。多分短期間で多分3人はかなりの、うん、まああの2人のあのこうなんかランランとした感じはね。ランランとした感じで来られるとみんな大体逃げてくと思う。怖いよね。さて、何か裏をつかめることはないだろうか。さっきのおじいさん、男の人に声をかけて、ね、気になるよね、うん、ちょっとここは手を組んで一緒にここの本部を暴きたいよ。暴きたいね。どうしたの。お二人はもう勧誘に行かないんですね、うん、もはや門番ですか。門番だね、うん、ここは守ってる門番だ。さっきの男の人は無事なんだろうか。どこ行っちゃったんだろうね。とりあえず外は何もなかったね、うん、あー、いる。怖いよ。やっぱり白陽様にもう一回お話ししてみようか。もう一回お話ししちゃう、うん、でも絶対怪しいよね。怪しすぎるよ。だってここの会長譲ってもらっても何も嬉しくない。うん、全然嬉しくない。あの、会長譲ってもらったらみんなを解放したいね。あ、そうだね。もういいよって。いっそ会長を譲ってもらってもう何もやらなければいいじゃない。なんかそんな気がするよ、うん、私も前回の話を続きをしたいと思ってました。思ってました。この団体を
私の代わりに率いてもらえないだ。やっぱりこのお話になっちゃうんだね。これはもしかして、まあ私が率いた方が良さそうな気がするからやってもいいよ ね。で、私が会長になったらみんなを解放する。わかりました。慎んで受けたまわります。すごい丁寧。慎んでしまった。じゃあ、あのちょびひげちょうだい。それは引きちぎってもらえるやつかな。世のため人のために尽くしてください。無事ってね。頼みましたよ。頼みましたよ。頼まれてしまいましたよ。善行ポイントを100、なんか悪行ポイントの間違いな気がする。代表の椅子座れるんですか。白陽様、とんずらしたよ。とんずらしましたね。早いよ早いよ。あ、ってことは金庫開けられんじゃない。そういうことかな。代表の椅子がある。座る。さてと、さてと、まあ、そうだね。まず世の中すべての人の幸せを祈ろうか。なんかもう会長になりきっちゃったよ。あら、まあ形から入っていくスタイルですね。祈りを捧げる。早いね祈り。多分よし、みんな幸せになったよしみたいな。結構早めにね。そうそう。さてと、とりあえず金庫を、さてと、とりあえず金庫を、ウォーミングアップしてからの金庫、なんか置いてあるね。開く、なんかあるね、うん、なんかここにさ、書類とかないかな。あると思うよ。借りるつもりで持っていく、うん、サファイアの指輪をあくまでも借りるつもりで持っていく、うんうん、あのこれ持ってった瞬間、あのさっきの二人組の男性来るね。うん、来る。怖、追放されるよね。怖。いや、怖すぎる。絶対に嫌だ。絶対に嫌だ。しかもこのお金もさ、今の人から巻き取った。そうそう、皆さんから巻き取ったお金だからね。巻き上げたお金だよね、うん、とりあえずみんなに返したい。とりあえず返したいね。さて、一応ここにいる人たちはさ、うん、ね、さて、騙されてるみんな。ここにいる人たちは何も気がついていないから、そのまま出て行こう。そうだね。だって、あ、いた。ちょっと。よし、解放しよう。解放しよう。なんだ、こんなのインチキじゃないか。そうだ。そうだぞ、インチキだぞ。え、解放して。解放しよう。会長なんだから私が言えば。西さん、落ち着いてください。落ち着いてください、西さん。いや。解放しよう。解放したいよ、私は。なんか解放する手段があるのかな。かもしれない。一回外出てみよう。とりあえず会長がどこにいるかですね。いや、外も何もなかったね、うん、早く解放したいよ。大丈夫ですか。あなたのような人がいるから。いや、殺伐としたものになるんです。いや、お医者様に何を言ってるんですか。しかもこの人はさ、困ってる人がいるかもしれないって言って中に入ってきてくれて。そうそう、本物の善人じゃないですか、うん、代表。代表になっちゃったね。見せしました。このような分別がつかぬ大人は何とかせねばと思っています。いや、今すぐその人を解放しなさい。解放しなさい。その人を。そうだそうだ。解放しなさい。いいポーズ。なんで？オーバーリアクション。そんなに驚いた？団体の活動を否定するとんでもない輩です。いや。解放などとてもできるものではありません。会長が言っているの。つべこべ言わずに解放しなさい。いいからつべこべ言わずに解放しなさい。いい感じ。やっぱ形から入るタイプだね、うん、はい、かしこまりました。お、かしこまってくれた。よし、うん、よし。やっぱり大森さんの方が、まだ染まりきってないのかな。ようやく体を動かせるようになったわい、うん、早く逃げよう。お前さんは、この団体の他のものとは違うようだ。これにて失礼。では、これにて失礼。いっちゃうの？そっちへは進めないよ。あれ、何か隠してる？そんなこと、いつ、誰が決めたの？なんかすごい困ってたよね、今、うん、私は行きたい方へ行くのだ。我が道を行く。さあ、その箱の裏には何がある？何が隠されているんですか？早い！あばよ。ワイルド、うん、怖い。あなたは裏切り者だわ。会長だよ。私たちの活動は尊いものであるはず。怖い。なぜそれを否定した。怒ってる。みんな、代表が裏切ったの。呼んだよ。よし、来ちゃった。
来ちゃった。やめておくんなまし。なんということだ。なんということだ。ダッシュ。裏切り者は許しませんと言いつつ追いかけては来ない。意外と優しい。ダッシュダッシュ。今だ今。トンズラトンズラ。トンズラトンズラ。いるいるよこっちは。見えないけど。オッケーオッケー。かわいい多い。来た来た来た。来た来た来た。逃げろ逃げろ。おっと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 こっちこっちで大丈夫かな。こっちで大丈夫。こっちで大丈夫。そのままつぶじゃないか。よしんよしん来たよ。怖い怖い怖いよ。怖いぞ怖いぞ。みんないる。こんなことならお金を持ってくればって。確かに逃げ切ったか。逃げ切ったかな。なんとか負けたかな。負けたかな。まず服を着替えよう、うん、あれおばあちゃん、おばあちゃんどうしたの、どうしたの、怪我、足が、足怪我しちゃった、すみません、うちに帰る途中に足が痛いね、兵が倒れてきて、包帯持ってるよ、申し訳ないけど私をもちろん、もちろんもちろん、もちろんだよ、喜んで、うん、もちろんもちろん、わかりました、家どこにあるの、家まで送り届けます、家近くだといいね。ありがとうございます。いえいえ、足大丈夫ですか？まずね、あ、うん、この道をまっすぐ進めば私の家です。はい、じゃあ意外と近いんだね。まず私は変装します。そうですね。変装大事。やっぱね、無敵のこうあのチャイナーの服で。うん、いいねいいね。もう絶対わからないよ。おいそのこと仮面でもかぶっとけば。ごめんね、天狗のお面かぶりたいよ。あれ、おじちゃん、あれ大丈夫、おじちゃんいるよ、さっきの人かな、かな、あ、ここがお家なんだね、よかったよかった、本当に目の前で倒れちゃったんだ、お母さん、どうしたんですか、その怪我、さっき痛い痛いしてました、そこで家が崩れてきてね、そうなんです、怪しいものじゃありません、おぼってきてもらったの顔、うん、京子さん、うちの中で休ませてちょうだい、京子さん、この人に、え、そんなそんな、いや、いらないですよ、大丈夫です、でもお母さん、家の中まだ片付いていないのよ、怪我人を休ませておく場所があるかどうか、それにその怪我、ちゃんとお医者さんに見てもらった方がいいわ、これは追い出そうとしてるね、京子、あれお母さん、息子さんだね、怪我しているのかい、うん、ちょっとちょっと、家の中はまだむちゃくちゃなのよ、ひどい、お母さんを寝かしたら私たちの寝る場所がなくなっちゃうでしょ、ひどい、ひどいお嫁さんだ、怪我してるし、そうだそうだ、お医者さんに見てもらえばいいのよ、病院ならベッドもあるでしょうし、そんな、ひどい、お母さんどうしたの、せいやはお家の中にいなさい、息子、息子さん、すみません病院まで連れてってくれますか、しかもお母さんの目の前で、息子夫婦に迷惑をかけたくありませんので、もうあれだね、パワーバランスがあれしちゃってるね、ね、あの息子さんより奥さんの方が強い、うん、鬼嫁だね、まあ、あの同情して引き受けたくなっちゃうよね、いやこれはどう考えても、おばあちゃんに同情しちゃうよね、同情しちゃうなんて鬼嫁、かわいそうだもん、ひどいよね、ひどいよ、だって困ってる時は助け合う、うん、愛の精神で、怪我してるのに寝かせる場所がないとかひどすぎるよ、ひどすぎる、なんて鬼嫁なのわかりました、そうだね、病院まで連れて行きます、うん、あのお嫁さんのところにいるよりはまだいいのかもしれない、いるよりか病院にいた方がいいよ、一緒に行こう、一緒行こう、さとし、京子さん、うんうん、それじゃ病院に行ってきますね、さとしさんも強く出られないんだね、ポーズ、よろしくお願いします、今多分ずっと言ってたんだね、ずっと言ってたね、これなんてこった、しかもルンルンしてる、本当だよ、鬼嫁、鬼嫁、総合病院はこの先の曲がり角を曲がった先の商店街を抜けた大通りにあります、だってもちろん頑張ろう、あ、おじいちゃん、おじいちゃんは大丈夫、大丈夫、どうしちゃったの、アパートの管理人、管理人さんか、一体どこから片付けばいいんだ、うんうん、片付けられないよねじゃあ行ってくるね、うん、あれここ曲がり角って言ってたよね、
この先の曲がり角って言ってなかった？そうかな、余震余震、あれしゃがめない、おばあちゃんと一緒にしゃがめない、危ない、これまっすぐ行ってたら下敷きだったよ、危なかったね。しかもね、うん、びっくりすることにおばあちゃん背負ってると走れないししゃがめない、わーおなんてこった。あれ、あこちら側は通れないね、陥没してるよ、お話をかけよう。穴を覗き込む男性、ひえー、これは落ちたら助からないな。そうだね、うん、普段使っている道がこんなことになるなんて。病院の場所、うん、目の前のでかい穴の向こう、やっぱ向かい側なんだね。あーそっか、あーじゃあ違うルートを探していかなきゃいけないね。これはそういう感じだね、うん、セーブポイントあそこスロープみたいになってない？あるね、ここ行けそう、そこ行けそう、まずセーブ、うん、よし一緒に力を合わせて頑張ろう、うん、でもなんか久々だね、カナエさんと別れてからさ、うん、なんか一人になっちゃってたから、なんかやっぱり二人で行動できるっていうのは心強いね。あれ白 T、 あれ大丈夫大丈夫な白 T、 これあの会の方じゃないよね、大丈夫な白 T だと願う、大丈夫だよ、ね、あ怖がりな若者、今すごいびっくりしたよ、うん、危ないと思った、あ渡りたくないな、でもここを渡るしか道がなさそうだね、お先失礼します、お先失礼します、一歩一歩大事に進む、うん、なるべく早く怪我人の方はね連れてった方がいいからね、えい、怖い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 、そんな仕掛けがあるなんて、やばいよ余震来てるよ、でもしゃがむ、なんかある、おーい、せかしてるお子様どうしたの、ちょっとあんたさっさと出発するわよ、うん、あらキヨさん、私たち荷物をまとめに来たんですよ、そうなの、うんうん、私は病院に連れて行って、あキヨさん、キヨさんって言うんだね、私は病院に連れて行ってもらう途中なの、うん、お互い大変だけど避難先でも体に気をつけてね、うんうん、キヨさんって言うんだねすごい、もしかしてこのキヨさんを背負ったまま中に入る、素晴らしい素晴らしい身体能力、あ洋服発見、あ身につけよう、パーカー、いいねいいね、馴染んできたよ、馴染んできた馴染んできた病院行くスタイルな感じになってきた、ね、病院スタイル、こっちはあれ特に何もない、あ逃げよう、本屋のおじさん、あれおかしいな、災害用にまとめておいた荷物どこにしまったっけな、うん、手に取れるところに置いとかないとダメだってやつだね、これは、ね、これはあのベッドの横とかに置いた方が良さそうだね、こっちは特にない、あ、下がある、お、1階から出られたりしないかな、ねえ、こっから出てみよう、階段、うん、あうむ、この階段はもしや、もしや突然、目の前が真っ暗になった、暗闇の中で少女の声が聞こえる、ふふふ、遊ぼう、声が聞こえなくなった、やっぱ階段だね、やっぱ怖いよ、階段、やっぱ階段だけに、うん、階段だけにこっちは本屋の戸棚、お、戸棚から封筒が見える、10万、いやこれはあのそっと置いとこ、そっとね元の場所に戻す、戻しておこう、うん、だってここはねさっきの方たちのね、そうそうお家だからね、あ本が、あ本屋が大変、だいぶよいしょ、あ、シャッター閉まっちゃってるのか、閉まっちゃってるのか、出らんないね、出られないね、何かある、お、マニュアルをゲット、ゲットゲット、オッケー、いや、たくさんなんかやっぱり本屋さんだから、そうだね、いろいろな、いっぱいあるね、あいいねいいね、うんうん、いろいろと知識つくよ、これはよいしょ漫画家さんかな、漫画家さんのコンパスなのかな、あすごい、何か書いてる、いや、指を刺してるんじゃない、あ、指を刺してるんだね、うん、レジスター、レジスター、開かない、電気が取ってないから開かないとで、さっきのところに戻ろう、そっか、1階からは出られないのか、ねえ、シャッター閉まっちゃってる、あ、だからさっきの、ね、おーいって呼んでた人も、お母さんも中に入っ、中から出てたんだね、あんなところに、ね、早く行くわよって、危ないもんね、ずっとここにいるのは、あ、セーブポイントもあるね、本当だ、よし、じゃあそっちまで行こう、よし、そっちに行こう、そこ穴あるから気をつけてね、気をつけるよ、
じゃあみんなもね、ここら辺もね危ないからね。ちょっあ、もう私たち落としにかかってるね、これ。かかってる、落としにかかってる。いけたかな、いけたかな、いけた、いけた。オッケーオッケー、そのまま車の上に乗っかって。今もう自分だけの命じゃないもんね。え、お母さんはあれどうやって取ってくるの？あれもこれ通れなくなっちゃったよ。うん。え、大丈夫？大丈夫？これはもうこっちには行けないね。行けなくなっちゃったね。よし、じゃあセーブポイントがある。うん。じゃあちょうど今日は霧がいからここで終わりにしようか。はい。次回はキヨさんを病院にお連れする。うん。ではここまでありがとうございました。ありがとうございました。